習。はい、ということでね、チューブがやっと届きましたんで、これからね、開封していきたいなと思います。まあ、ケンダっていうのかな、ブランドの、同じチューブを買ったと思いますので、今度こそね、サイズが間違ってないことを願っています。はい、こんな感じですね。まあ、サイズ的に多分合ってると思うんですよ。前回買ったやつよりも細めだと思うんで、で値段はね、2つで11ドルぐらいかな。まあ、結構安いと思います。はい、早速ね、入れていきたいと思います。サイズは大きいのかな、大丈夫かな、これ大丈夫、なんか大きい気がするんだけど、これもまた間違えてない、これなんかまた間違えてない、これ空気返品したいからさ、空気入れる前に確認しておきたいんだけどさ、また間違えまた間違えてないどういうことこれ、最初より買ってんだけどさ、これがまず完全に間違えて買ったやつね。もうまあでもここまではいかないか、これはまあクソでかいじゃん。パンクしたやつ、そう、これと比べればいいんだ。これはどんな感じ、これが使ってたやつ、え、だよね、そうそう、これだから、あ、まあでもほぼ一緒か。ちょっと空気入れる前にちょっと確認します。今度こそは本当にね、修理したいんで。いや、マジでバカだよ俺。あ、でも同じぐらいか。ああ、大丈夫か。大丈夫っぽいよね。ああ。これはな、サイズは。26×1.9 ってなって、こっちも26×1.9、表記は全く一緒だから、まあ、多分大丈夫だよ。ちょっと入れてみよう。怖いけど、もう、あ、なんか汚いな、このホイールも。本当洗った方がいいんだろう。入れます。それでまあ大丈夫だろう。はい、まあこんな感じで、で空気入れで、大丈夫なんで、でかいと思うんだよこれ。でかくないこれ。大丈夫なのこれ。でかいよねこれ。でかくない？どういうこと？これが空気入れすぎなのか、もしかして。え、そういうこと？
もしかしてさ、俺がただ空気入れすぎただけなの？長すぎてわけわかんない。もしかしてさ、俺がただ空気入れすぎただけ？なんかそんな気がしてきた。なんかサイズに割とさ、水入っちゃって、広がりがあるからさ。こういうこと？俺がバカだからそこよく分かってなかったってだけ。でもこれちょっと空気入れすぎな気がするんだけど、またやらかしちゃってね。なんかそんな気がしてきたよ。頼むマジで。このさ、国自体も大丈夫なのかっていうのは、もしかしてそういうこと？これが膨らませすぎた可能性があるってこと？でも普通に入りそうじゃん。この状態で空気入れなきゃいけないとかじゃないの？もしかして。だって普通に入ってるもん。そうだよ、俺バカだからその空気入れちゃっただけなんだよ。ちょっともう少し立ててみます。まだ全然柔らかいけどね。空気入ってない。見た感じ大丈夫そうだね。これは俺が膨らませすぎただけってことか。逆にこの空気を抜く方法とかって、あ、そっか、これさ、この中のさ、これを外したら確か空気抜けるはずだから、ちょっとそれもやってみようかな。使ったスライムの蓋でちょっとこの中の、名前忘れちゃったんですけど、パーツを抜いて空気を抜いてみようかなと思います。あ、抜けてる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 。おー、すごい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 。あ、そういうことか。なんかすげえやばい匂いするけど、なんだろう。今空気が抜けましたね、これね。なるほど。じゃあこれも多分使おうと思ったら使えるんじゃねえの。サイズ的にどう？多分そうだよ、これ。ああ、俺が空気入れすぎただけだ。
感じで、まあ、いろいろ謎は解けたんで、ちょっと電車に乗っていきたいなと。この自転車もかわいそうだな、俺みたいなわけがないやつに乗られて。なんか入んないね、どうしたらいいの。これ外すしかね。このブレーキパッドの中にさ、あのタイヤを入れる方法が知りたい。ググんないと分かんないかな。レンチを持ってきました。これ入るかな。あ、入れる？硬い。サイズは合ってるんだけど、全く動かないですね。
どうしようこれ。みんなどうやってんだこれ。通るわけないよね。どうしましょう。この間に、まあ、タイヤを通したわけですけど、まあ当たり前ですけどサイズ的にこの太いマウンテンバイクだとこう入らないですよね。いけるのかな。無理やり無理やり無理だよね。どうしようマジで。いや本当にドキュンに自転車の修理は無理だよ。わけない。やっぱりこれを外すしかない。ここが通んないからこれを外したいんだけど、片方でもいいから外したいんだけど硬くて取れない。電池のサイズはこっちか合ってるんですよ。気配がないこれでも厳しい。こっちでも厳しい。あ、てかこのレンチを入れて遊べばいい。でこれを挟んで、終わった。頼む。やばい、なんか落ちた。なんか落ちたけど。なんか落ちたけど。なんとか順番はキープできてる。はい。これで通るかな。はい、通った。通りましたよ。感動的だな、なんか。涙ができそうだよ、本当に。これで、まあ、片方はこう取りました。取りました。で、ギアを、まあ、どうしたらいいの？どのギアが入ってるっけ。これで乗ってますよと。で、これかな。このギアこのポート。これか。なるほど。ここで乗ってチャリに乗せないといけない。
そうだね。それが乗ってないといけないんだ。だから、ちょっと定期ですね。外して、大丈夫そうかな。撮影動いてるこれ。ちょっと止めて走っていきます。